この道を行けば、オフコースラウンドには、1974年5月5日に発売された、オフコース通算2作目のオリジナルアルバム。この道を行けばのジャケット撮影が行われた、芸品館1973年9月9日、日二日間で行われた、コンサート、グリーンラブを終えた、オフコースは11月、早くもセカンドアルバムの制作に入った。レコーディング開始時、 できていたのは3曲だけで、曲作りと並行して断続的にレコーディングを行うことになった。レコーディング期間は7ヶ月間となっているが何度も中断し、スタジオ仕様は150時間に満たず、その結果2人でアレンジを詰める作業ができず、作曲者自身が手掛けるという完全な分担作業で行われた。バックトラックを2時間に1曲取るペースで進められ、 後になってからの取り直しや差し替えもほとんど行われず時間に追われて終了した。レコーディングにはセッションミュージシャンを起用、エレキギターを取り入れるなど新しい試みも積極的に行われた。前作僕の贈り物では青木望むに任せたストリングスアレンジも今回はすべて自分たちで行った。弦の音を ピアノやギターの音を頼りに頭に描いてアレンジを組み立て書き上げた譜面の最終チェックを青木に依頼した夜中に青木さんの家へ行くと忙しいのによく見てくれて全部チェックしてくれた初めてスタジオで弦の音を聞いた時ちゃんと合っていてああこれでいいんだと思ったというアルバムの発売は当初1974年2月が予定されていたがその後 ステージの MC で2月頃にと思っていたのですが3月になりそうです。なかなか思うようにできなくて4月になるかもしれません。シングルが4月発売に決まりまして LP の方は5月かあるいは1年ぶりに6月ということに新しいアルバムが5月5日の子供の日に出ることに決まりましたと幾度も発売日の変更が伝えられたが3月10日にレコーディングが終了した。 B-4 のが、砂チャンスをは、後に、鈴木が、アルバム、ベシで似て、セルフカバーした。解説で、鈴木はいつも、首都曲は、別々にできるのだが、一応長い音楽活動の中でたった一曲、この曲だけし、曲同時にできた。派手なイメージで、オフコースのステージは演奏しすぎたので、一人になってからは、ジョーク以外にやったことはないと書いている。 A-5、別れの情景と B-4、のが、砂チャンスをは、後にベストアルバム、セレクション1973から78に収録されたが、のが、砂チャンスをは1978年2月25日、仙台市民公会堂で収録されたライブバージョンとなっている。お題よりも一足早くプロのミュージシャンとして活動していく決断をした鈴木は、 音楽教室の講座に参加してアレンジを勉強するなど本格的なプロとしてのキャリアをスタートさせていた。また、小田は幼少の頃にバイオリンを習っていたことから譜面が読めることもあり、この時期には中性的な声、初見が聞く短時間で OK が出せることが好条件となって CM ソングの制作や他アーティストのレコーディングにコーラスで参加するなど、 グループ以外の活動も増え、学園祭の依頼も来るようになった。アルバムのジャケット写真は、東京、赤坂迎賓館赤坂離宮の正門前で、撮影したものが使われている。ジャケット上部の、ゴーイン、マイウェイはレコード会社が勝手につけたという。プロローグ隙間風派たちの頃日曜日の退屈別れの、情景別れの情景もう歌は、作れない、新しい角で、あの角を曲がれば、 若すぎて逃すなチャンスを、首輪のない犬輪がともよ2005年、レコードデビュー35周年に合わせ、オリジナルアルバム15タイトル紙ジャケットシリーズとして、エキスプレスレーベル在籍中のオリジナル作品が、リシュー。24ビットデジタルリマスタリング、オリジナル LP 想定を復刻した、紙ジャケット仕様にて、リリースされた。2009年には、SHM、CD フォーマット、 通常のプラケース仕様で再発された。プロローグ隙間風派たちの頃日曜日の退屈別れの情景別れの情景も歌は作れない新しい角であの角を曲がれば若すぎて逃すなチャンスを首輪のない犬はがともよ入れずを配信。ありがとうございます。